こんにちは、ひたちなか市長の大谷明です。本日はひたちなか市役所健康推進課の皆さんと一緒に元気アップ体操をやってみたいと思います。お家でも簡単にできる体操ですので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。では、一緒にやってみましょう。はい、ではこれから元気アップ体操を始めたいと思います。まず、一つ目は肩回しです。前に5回回していきます。じゃあ肩をこのような形にして、はい、前に5回いきます。せーの。1、2、3、4、5。はい、一旦下ろします。ふう。はい、じゃあ次は後ろ回し5回です。またこのような形にして、肩を後ろに回します。せーの。1、2、3、4、5。はい、下ろしましょう。はい、次はですね、肩を前に閉じて開いてを5回やります。じゃあいきます。せーの。1、2、3、4、5。はい、腕を下ろします。はい、では次はタオルを使った体操をします。タオル、フェイスタオルですね。こちらの端と端を持ちまして、そのまんま真上に伸ばします。はい、じゃあ気持ちいいところで10秒いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、一旦下ろしましょう。はい、では次ですね、また上げます。はい、上げましたら腕だけ右に倒してください。はい、じゃあこれで10秒いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、腕を戻して、はい、下ろしましょう。はい、じゃあ次また上げまして、今度反対左です。はい、じゃあ10秒です。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、腕を戻して腕を下ろします。はい、じゃあ次体をですね、倒します。なので皆さん足ちょっと開いてください。はい、ではまたタオル上に上げまして、右側に体ごと倒してください。はい、10秒。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。体を戻して下ろします。はい、じゃあ今度反対です。左に体を倒しましょう。はい、10秒。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、体を戻して下ろします。はい、次はスクワットを行います。肩幅に足を開いていただいて、でつま先と膝が同じ向きになるようにしていただきます。手は前か腰に当てていただきます。今回は手は前に出して5回やりたいと思います。5秒間で沈んで、5秒間で起き上がるような感じです。じゃあいきます。せーの。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5、5、2、3、4、5。はい、じゃあこちらで元気アップ体操終わりになります。お疲れ様でした。支え合おう、ラブひたちなか。